We made it back to Compa's room. プリンってあんた、水じゃないのかよ。私も、もう一歩も動けないです。さすがの私も、もうダメだと思ったわ。ほんと、今回はマベちゃんの奇策に助けられましたわ。あなた、いつもあんなの持ってるの？忍びとしてどんなことが起きても対応できるようにはしてるんです。まあ使わないことに越したことはないんだけどね。とりあえずなんとか逃げ切れたけど、いよいよ本格的にヤバくなってきたわ。はあ、まさかネプチューヌがあそこまで聞き分けのない子だったなんて。あれほどマゼコンヌに力を奪われてはいけないと言っていましたのに。ダメ神ね。何この言われよう。あの、お疲れのところ申し訳ありませんが、ことがことなので一刻も早く私の封印を解いてほしいのですが。おお、そうだった。逃げるのに精一杯で、すっかりイースンのこと忘れてたよ。そうです、こっちにはイースンさんがいるです。イースンさんならなんとかしてくれるはずです。そんじゃ早速で、イースン封印ってどうやって解くの？鍵のかけらを組み合わせることで一つの鍵になります。なるほど、それを使って本についてる鍵を外せばいいんだね。立体パズルみたいです。これがこうで、こっちがこうでしょ。これはこっちではないか。あ、じゃあこのパーツはこっちじゃない？ Well, this is gonna take a while. じゃあこのパーツは？向きを逆さにすればここに入るはず。 Wasn't it only four pieces? そんでもってこれが最後のパーツね。アイちゃん、最後は二人の共同作業ですわ。ベール様と共同作業？あら、何を照れていますの？相変わらず、愛ちゃんは可愛らしいですわね。はい、完成ですわ。もう、私が作ろうと思ってたのに。もう。ごめんなさい、じれったくてつい。じゃあ、ネプネプはイースンさんを解放する係です。はい、鍵です。ありがとう、コンパ。やっぱり持つべきものはコンパだよね。それじゃあ、開けるよ、イースン。ありがとうございます、ネプトゥーヌさん。そして、皆さん。これで封印が解けました。Bright light. お初にお目にかかります。Her voice changed. 私がイースンことイストワールです。Chapter 6. これまでのあらすじ。鍵のかけらを4つ集めたネプネプ一行は、イースンが封印されているダンジョンを発見。だけどそこで待ち受けていたマジコンヌにより私の女神の力が奪われてしまうのだった。でもって、マジコンヌはイースンの力を使って魔王ユニミテスを作り出して絶体絶命。だけどなんとか隙をついてイースンを取り戻して逃げること
ードに成功するネプコちゃん一行だった。命からがら逃げ帰ったコッパの部屋で唯一の希望を託してイースンの封印を解いた時、イースンが真の姿を現すのだった。私がイースンことイーストワールです。 I really don't know if they needed that recap there. なんか期待したのと違う。師匠の時とは体が違いますからね。ちょっと仕様も変わるんです。仕様って、いや確かにゲームとかでも質問に対して仕様ですって言われればそれで終わりだけど、なんかこれだけは違う。しかもセレブに顔文字つけてキャラ付けしてるし、やっぱなんか違う。 Because game characters can see emoticons. うるさいわよ、ネプテューヌ。そうですわ。セリフに顔文字をつけるなんて今に始まったことではないですわ。ちなみにメタ発言になってしまいますが、このシリーズで最初に顔文字をつけたのは私ですからね。イースンさん、ちっちゃくて可愛いです。イストワール、復活してすぐで悪いんだけど、マジェコンヌとあの魔王ユニミテスをどうにかしてくれない？ついでにネプコの女神の力も。あれ、聞き間違いかな。今私がついでだったような。申し訳ありませんが、今の私にそのお願いを叶えることはできません。困るわ。私たちはあなたの力が頼りで復活させたのだから。きっと何か理由があるのですわね。そうなんです。お話ししましょう。私にはあなたたちには話さなければいけないことがたくさんあるんです。さて、一体どこから話しましょうか。とは言っても私が知っていることもそれほど多くはありませんが。 Okay, I was quite ready for explanation and progress just past you there. じゃあ私が質問するです。イースンさんは何者なんですか？ Time for great Q&A! いきなり直球な質問ね。私はもともと女神様の力の一部なのです。先代の女神様が自分が好き勝手して道を誤らないよう、自らの持つ創造の力の象の力を私に変えました。そして残りの層の力でネプテューヌさん、ノワールさん、ベールさん、ブランさんを作ったのです。4人の女神様には先代の女神様の代わりに大陸の守護と管理を、そして私には女神様の補佐とこのゲーム業界の歴史を記録する役割が与えられました。私ってそうやって生まれたんだ。驚きましたわ。ベール様、ネプコはともかくベール様も知らなかったんですか？ええ、物心ついた頃にはネプテューヌたちと戦っていましたから。そういえばそうね、母親のような人がいた気がするけど、正直声すら覚えていないわ。あ、その人がマジェコンヌですよ。The great truth has been revealed. イースン、それどういうこと？あの人が私たちの生みの親だなんて。生理的に無理。す
すごい嫌われようですね。けど安心してください、女神様たちが互いに戦い合うよう仕組んだ母親のような人はマジェコンヌですが、女神様たちを生み出したのは先代の女神様です。もうそれならそうと早く言ってよイース。けどなんでマジェコンヌが私たちの育ての親ポジションなの？先代の女神様が四英雄と呼ばれる人間たちに撃たれたのは知っていますね。その話なら聞いたことがあるわ。傍若無人な振る舞いをする女神を四人の英雄が撃ち倒して改心させたんでしょ？そして改心した先代の女神さんはネプネプたち四人の女神さんを作り、自らは女神を引退したです。とっても有名なおとぎ話です。伝承やおとぎ話では四英雄が先代の女神様を倒したことになっていますが、実は一人協力者がいたのです。まさかそれが？はい、それが人間であった頃のマジェコンヌです。他人の力をコピーできるという珍しい力を持ったマジェコンヌの協力もあり、なんとか先代の女神様を倒した英雄たちですが、その時の戦いの傷が原因で死んでしまいました。なので4人の生まれたての女神様を私とマジェコンヌで育てるはずでした。四英雄に協力者がいて、しかもそれがマジェコンヌだったなんて、びっくりです。歴史的大発見です。しかしある時マジェコンヌに異変が起こりました。先代の女神様との戦いでコピーした力を捨てきれず、その身に宿し続けた結果、人の身には過ぎた女神の力によって身も心も蝕まれてしまったんです。まさに悪落ちね。それからマジェコンヌは力だけを求めるようになり、さらに世界を支配する神様になることを羨望するようになりました。一つ気になることがあるわ。どうしてマジェコンヌは直接私たちを倒さなかったの？先代の女神様の力のコピーを宿しているとはいえ、マジェコンヌは人間です。生まれたてとはいえ女神様を倒すだけの力はなかったのです。そういえばベールとかブランに変身しなければマジェコンヌって弱かったよね。言われてみれば確かにそうですわ。ですが先代の女神様の力のせいか、コピー能力だけは格段とパワーアップしたのです。なので皆さんが手を取り合わないよう互いを憎ませ、そして戦わせて弱ったところで力を奪おうと考えていたようです。そうなら今までのマジェコンヌの行動や私たちが戦い合っていたことに納得がいくわね。それで私たち全員の女神の力を手に入れたマジェコンヌの目的は何なんですの？魔王を作ったり大陸同士の戦争を引き起こそうとしたりするなんて神様のすることじゃないわ。完全に力に蝕まれたマジェコンヌが何を考えているか分かりません。しかし世界をゲーム業界を滅ぼそうとしていることだけは確実です。マジェコンヌのことはなんとなく分かったわ。次はユニミテスを倒す方法を教えて。方法は簡単です。人々が魔王なんていないと思うようになれば、ユニミテスの存在の力が弱まります。そうなればユニミテスは弱体化し消滅させることができるはずです。We're gonna run it down. 確かにその方法なら倒せそうね。けどどうやって人
々に魔王はいないって思わせるですか？向こうはユニミデスの使いを使って長い時間をかけて偽りを広げた。それにすでにユニミデスが存在している以上、嘘を嘘だと言っても信じるかしら。けどさ、それしか方法がないならダメでもやってみようよ。ダメだったら次を考えればいいだけでしょ。そうね、こればっかりはネプチューヌの言う通りだわ。嘘を嘘だと見抜けなければネット掲示板は使うのが難しいと言いますし、こういうのは日頃ネット掲示板を使っている私の専門分野ですわ。私もやれるだけやってみるわ。もう誰よ、こんな重要な話をしている時に空気も読まずにやってくるのは。はいはい、いますよ。急いで避難してください、今すぐに。どうしたの、なんかあった？パープルハート様がプラネティウヌに戻ってきたんだ。いやいや、それはないって。だってパープルハートは あんたは余計なことは言わないの。それと避難がどう関係あるんですか？理由はわからない。だから結論を言おう。なぜかパープルハート様が地下プラントを破壊しようとしているのだ。何ですと？教会での総力を決して阻止しようとしているが、正直止められるとは思えない。だからもしもの時のために急いでシェルターに避難してくれ。これはこれはご丁寧にありがとうございますです。ああそうだ、あとこれを渡しておくよ。この間君たちに頼まれた資料をまとめておいたから置いてくね。それじゃあ。わわ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 、私じゃないよ。そんなことわかってるわよ。どうせあなたから奪った力を使ってマジコンヌが悪さしているんだわ。The whole process just lost the climax. こんな忙しい時に。ほら、今度は私ですわね。ランランからですわ。Yes, fake goddesses. 私も。はい、もしもし。お、これは定番のパターンかね。Cliché. 嫌な予感がビンビンするな。Cliché indeed. で、あれ、なんかデジャブ？なんですって？どうしたんですか皆さん。ラステーションにも私の偽物が現れたみたい。リーンボックスにも私の偽物が現れましたわ。奇遇ね、証拠にもなくルビーにも現れたわ。 Well, this could be fun. ほらやっぱり。おそらくマジコンヌが生み出した偽物でしょう。これはパーティーを分けるしかありませんね。助っ人なんていらないわ。偽物なんて私一人で十分よ。ちょっと待ってください、ノワールさん。何？用なら急いでくれる？なぜ女神様たちの偽物が今になって現れたのか気になるんです。そんなの、私たちになりつましてシェアを下げるためじゃないの？確かに、ユニミテスを想像して、マジコンヌ自体も私たちより強いはずですので、今さら弱体化する必要性はありませんわ。じゃあ、狙いは別にあるってこと？けど、全く思いつかないわ。そういう時はもう一度最初から調べて考えてみるです。そうね、
ちょうど教会の人が持ってきてくれた資料もあるし、下界の人間視点で振り返ってみましょう。私、歴史とか難しいの苦手なタイプなんだよね。Still in Compass Room. そんなネプネプには、私がパソコンを貸してあげるです。これなら、ネプネプでも簡単に調べられるですよ。わーい！ここ大好き！ありがとう！ところでネプチューヌさん、以前約束したことなんですが、約束？私、イーソンと約束なんてしたっけ？きっと、イーソンさんの封印を解いたら、ネプネプの記憶喪失を治す約束です。そう言われれば、そんな約束してたね。ごめんごめん、すっかり忘れてたよ。ネプチューヌさんさえよければ、今すぐにでも記憶の修復を行いますよ。ああ、それはパズ。やっぱあの約束なし。どうしてですか、ネプネプ。せっかくイースンさんが直してくれるですよ。そうよ。そのために今まで頑張ってきたんじゃない。確かにそうなんだけど、取り戻しちゃダメな気がするんだ。どうしてよ。だって私がこうやってノワールたちとお友達になれたのって、ノワールたちが憎いっていう記憶がなかったからだと思うんだ。もし私が記憶を取り戻しても今まで通りノワールたちと付き合えるか、正直不安なんだよね。確かにネプテューヌのおかげで今私たちはここにいる。バラバラだった私たちをネプテューヌが結びつけたと言っても過言ではありませんわね。そういうこと。せっかく一致団結したのに、ここで私が輪を乱すわけにはいかないよ。ネプテューヌ、あなたの本心はどうなの？さっきから聞いていれば私たちのことばかり気遣って。あなたは本当にそれでいいの？ありがとうノワール、気遣ってくれて。けど私の本心も変わらないよ。せっかく仲良くなったノワールたちとは楽しい思い出ばっかりなのに、今さら何百年も憎み合ってた戦いだけの記憶なんていらないよ。まったく、あなたらしいわね。そういうことだからイーズ、せっかく直してくれようとしてたのにごめんね。いいんです、ネプテューヌさんが自らそれを選んだんですから。で、歴史の資料はどうだったの？ Oh, wow. This is going on for forever. ダメね。さっきストワールが説明してくれたことと同じくらいのことしか書いてないわ。アイちゃん、この伝説の武器って何ですか？さっきのイースンさんのお話にはなかったですよ。これはここ下界から女神様が住んでいる天界に行くための道を切り開いて、さらに女神様にとどめを刺した英雄の武器のことよ。確かおとぎ話だとこの武器ってあまり書かれてないのよね。アイフさん、それです。それって英雄の武器のこと？はい、英雄の武器は女神様の天敵とも言える武器なんです。なるほど、読めたわ。で、その伝説の武器っていうのはどこにあるの？4つの大陸に1つずつ祀られています。 Oh, funny that. やっぱり不安要素を全て排除するつもりなのね。それに手詰まりだったマジェコンヌを倒す方法も見つかった。そうと分かったら先回りして回収するわよ。ところで伝説の武器ってどこにあるの？みんな知ってるの？
知らないわよ。私も特に興味もありませんでしたし、場所までは存じませんわ。私も話しか聞いたことがないわ。ダメだな、三人とも。女神様なんだから、そういうことは知ってなきゃいけないんだよ。そういうネプチューノはどうなのよ。私は記憶喪失だから、知らなくて当然だよ。だと思った。ネプコの場合は記憶があっても知らなそうだけどね。そんなわけでイース、伝説の武器の場所教えて。わかりました。けど調べるのに3日かかりますよ。3日も待てないよイース。 3 days。 ゲーム業界の歴史は膨大なので、整理したり検索するのにそのくらいの時間が必要なんです。 But why is it that Earping takes 3 days? これではまだぐぬった方が早そうだな。ハイテクそうに見えて実はイースンってポンコツなんだね。ムカ、誰がポンコツですか。誰が。言っておきますけど、歴史をすべて記録するなんて私にしかできないんですよ。ねえ、偽物の目的が伝説の武器なら、偽物の後をうまくつければ伝説の武器のありかにたどり着けないかしら。おお、アイちゃんナイス。それはさすがの私も思いつかなかったよ。別に普通のことだと思うんだけど。ってなるとチーム分けが必要ね。今回ばかりはみんなで順番に大陸を巡るわけにはいきませんものね。それにネプテューヌが女神化できない以上、プラネテューヌの人数が多い方がいいわ。偽物との戦闘になるのは間違いないわ。今回は偽物とはいえ女神様が相手ですから、ネプテューヌさんは残った方がいいかもしれません。まさかのここで戦力外通告？主人公にあるまじき扱いだよ。ならばプラネテューヌは私たちに任せてもらおうか。そうだね。今までネプちゃんに守ってもらった分、今度は私たちが頑張る番だよね。お二人ともお願いします。私たちは一人で十分よね。構わないわ。偽物なんかに負けるつもりはない。では決定ですわね。あの、私とアイちゃんはどのチームに入ればいいですか？アイちゃんには私と一緒に来ていただきたいのですが、お二人にお任せしますわ。ネプテューヌを見張っているもよし、私たちの後を追ってもよし、任せるわ。そういうことだから私たちは先に行ってるわ。じゃあね。なんか置いていかれた気分だよ。でもってものすごい疎外感で、どうするの？みんなが帰ってくるまで待ってるつもり？まさか変身できないからってくすぶってるような私じゃないってことは、二人が一番知ってるはずでしょ。それでこそネプコよ。ならネプネプの偽物も他の女神さんの偽物もみんな倒しちゃうです。 Great, we're gonna go beat stuff up. コンパ、無駄にハードル上がってない？それとも私の聞き間違いかな？ファイトです、ネプネプ。諦めなさい、ネプコ。仕方ないか。そんなわけだからイース、ちょっとお出かけしてくるからお留守番お願いね。
の様子ですと止めても無駄のようですね。けどくれぐれも気をつけてください。Right then. Missing a lot of people. Something opened up. That took forever. Right, so this is definitely going to be two part, hopefully not a three part video, judging by how long that event is. My room is all dark now, holy hell. But for this and the last video, thanks for watching. We'll be looking for fake goddesses next time. Making this outro nice and quick, so see you later. Next video, come back, watch it in.